Makoto-san, congratulations on your first GP race win in Rio. What were your thoughts when you were crossing the line?まあ、やっと勝てたっていうのと、ね、まあ、去年から走り出してで、今まで、まあ、苦労したことっていうか、まあ、ムジェロのトラブルとかもそうだしカタルニアもそうだし、まあ、そういう、まあ、苦労が積み重なってやっと、まあ、勝てたかなっていうのが、まあ、一つと、まあ、あとはやっぱ、ね、ちょうどあの日が大ちゃんの誕生日だったっていうのもあったんで、まあ、その報告っていうかね、まあ、勝ったよっていう報告かな、うん、まあ、いろいろ考えましたね、やっぱり。You've had a relatively fast jump to the GP big time. You first came to the world's attention with your success as a wildcard entry into the World Superbikes at Tsugo. So, how different is your life now? まあ、どういうふうにというか、まあ、全てがやっぱ日本人がいないわけで、チームも全て外国、イタリア人ばっかで、まあ、まあ、このインタビュー聞いてる通り、僕は英語も喋れない、イタリア語も分かんない状態で、だからまあ、間に日本人が入って、マシンのセットアップもしなきゃいけないし、まあ、生活面でも、まあ、ご飯食べに行っても、言葉が分かんない状態なんで、まあ、日本にいるときに比べれば、すべてが変わってるけど、まあ、なのになぜかうまく生活できてるかな、なんか結構楽しんでますね。Max has a reputation for being quite a tricky character. He's your teammate. So what's your relationship with him like? まあどういう関係って、まあチームメートといえばそれまでに終わっちゃうんですけど、まあでも Max は、まあ、僕にとって何かな、まあ変な言い方すると、まあお兄さんってわけじゃないけど、まあよく声かけてくれて、なんか冗談言って、なんか遊んでくれてるわけじゃないけど、でまあいろいろ教えてくれるし、でまあこの間勝った時もすごい喜んでくれたし、まあ、僕にとってはすごいなんかライダーかなみたいな。And what's your dream for the future? いやもうチャンピオンだけです。チャンピオンしか考えてないです。Would you like to say something to the English fans? I will see you next week. Bye bye.